これは速報ニュースです。これは900ニュースです。今日は日本時間9月15日です。ビーズ公式サイトによりますと、9月18日のニュースで次の内容とお呼びした。9月17日、福岡ペペドーム公演終了後の深夜、ステージ制度解体中に生徒の一部流すの事故が発生いたしました。7名のツアースタッフ、アルバイトスタッフ、事故の中で重軽傷したが、命に別状はないでした。彼たちは今まで当時の病院に手当てを受けています。ついた救援マンによりますと、福岡ペペドームでのビーズ内部大型ステージ撤去工事中の農災事故、倒壊した鉄骨に挟まれ、胸通報4名を重軽傷で搬送したほか、3名が軽傷を負った。ビーズは21日、上に大阪中井で本ツアー最後の公演を控えているのか、果たして無事に開催できるのだろうか。きっと、QQ41TC。